星川駅は神奈川県横浜市ほどがやく星川一丁目にある相模鉄道本線の駅である。駅番号は SO05。星川管区として西横浜駅は打町駅間を管理している。神中鉄道北ほどが谷駅2階改札口1階、南口南北自由通路側横浜市道路局との連続立体交差事業により、 島式ホーム2面4線の高架駅となった。本線のダイヤ上の中心駅の一つであり、ラッシュ時間帯や日中の一部に、確定和東駅で、特急、通勤特急、急行、通勤急行の通過待ち、快速の接続待ちをすることが多い。内側2線が本線、外側2線が対比線である。現代屋では、 平日の朝夕ラッシュ時と朝ラッシュ前後に、特急、通勤特急、急行、快速とか、夕ラッシュ時も、急行快速と確定が、通過待ち、接続を行う。2021年3月13日ダイヤ改正以降は、4番線に8両編成が一本深夜退白され、土休日については当駅始発の、確定横浜駅として運転される。 片平小学校付近までの北側に高架橋を建設中で、これに電流線2本を付設し南側に付設される予定の電流線1本と合わせて3本となり、異常時は相鉄 JR 直通線の列車をこれを利用して折り返すことも想定されている。2020年6月21日に駅構内設備が変更された。この構内設備の変更に伴い、 改札機能が二つから一つに統合された。また、下りホームのエレベーターの移設、両ホームへの階段を新設、トイレを改札外から改札内に変更された。1日あたり、乗車自民の推移2019年度の1日平均乗降人員は28,302人で、ある。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は、下記の通り。駅北側は、 ほどがやの行政中心地であり、区の主要な観光庁が集中している。かつての星川駅周辺には、数多くの工場が存在したが、それらの撤退とともに大規模な再開発がなされた。駅の北側にあった富士防石の工場跡地は、観光庁外となり、ほどがや役所やほどがや警察署などが移転してきた。また、駅前南側にあった小賀電池の横浜本社、 工場跡地は、星川 SF ビルとマンションになった。さらに、ほどがや清掃工場跡地には、ほどがや図書館などの公共施設が設置された。駅の南東側にあった、日本ガラスのビール瓶工場跡地は、横浜ビジネスパークとなり、野村総合研究所などの事業所が入居している。2021年度まで周辺道路の整備が行われ、南口には交通広場ができる。 最寄りの停留所は南口のロータリーにある星川駅と駅南側を走る道路にある星川駅前で以下の路線が横浜市交通局相鉄バスにより運行されている。星川駅、星川駅前、星川及び旧駅名の北ほどが谷は共に駅所在地の地名に由来する。2003年8月に 定期運用を離脱した新6000系6717編成、緑炎都市号と旧塗装に復元された6707編成の2本が数ヶ月の間あたり駅の電流線に留置されていた。ありがとうございます。